一息つけそうだね。にぎわってきたかな。
何かしら。待っている人がいるみたい。よし、話を聞いてみよう。ああ。ん？そんな。これでどうだ？うん。おお。ちょっと。ズーグルの牙、いい武器になるだろうに。何でも武器に結びつけるのやめなさいよ。ま、シオンだって食べ物の話だと人が変わるじゃないか。今日は屋根の下で休めそうね。
装備は見直したか？この国のスルド・デュオハリムについて誰か知っていることはないか？そういや、シスロデンにいた頃傍術使いだって聞いた覚えがあるな。傍術？よく知らねえけど、長い棒切れ振り回して突いたり叩いたりする武術らしいぜ。あとは草だか木をどうとか、何だったかな。草？メナンシアは地の精霊力を集めているはずなら、植物に関わる能力ということかしら。人物についてはわからないか。もう少し情報が欲しいところだな。
おう。よし。おい。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。どうした？なんと。おい。
あ、やったぞ。ああ、近いわ。まったく。よし、いいな。もう分かったな。じいさんが必死になるのも分かったぜ。気づくのが遅いのよ、シオン。とりあえず口についたソースを拭こう。Thank you.
信じられねえけど、ダナとレナが仲良くしてるな。レナに命令されて演技してるのかもよ。だとしても何のために？私たちを騙すためだとしたら大掛かりすぎるわ。もう少し町を調べてみよう。まだ見ていない場所がありそうだ。修練場か。やっぱりちょっとここだけ雰囲気が違うな。修練といっても戦う場所には違いないもの。誰でも腕試しさせてくれるんだろ。いいじゃねえか。細かいこと抜きで行こうぜ。
だよ。僕も大人になったら手伝うんだ。ダナ人は採石場で働いているみたいだな。行ってみようよ。気を引き締めていくわよ。すみません、体調が悪いので本日の作業を休ませてもらえないでしょうか。そうか、では無理をせず休め。他の者には私から伝えておこう。ありがとうございます。本当にみんな楽しそうに働いてる。レナ兵も見張ってるっていうより守ってるみたいだぜ。どうしたらこんな。
そこのお前、オルブス・カラグリアのアルフェンとその仲間だな。エリデメナンシア近衛兵団のキサラだ。キサラだけ？ということはダナ人か。そうだ。何か問題でも？近衛ってメナンシアのスルドはダナ人に自分を守らせているの。この国ではダナの近衛兵は別に珍しくない。皆自ら志願してついている。これは本物っぽいぜ、アルフェン。どうして？たった7年だよ。悔しくないの？人が人らしく生きる機会を与えられて感謝するなというのか？はっきり言うが、私はティオハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。それを侮辱されるいわれはない。まあいい。お前たちにティオハリム様がお会いになりたいそうだ。私はそれを伝えに来た。ここのスルドが俺たちに？そうだ。アウテリーナ宮殿でお待ちだ。念のため言うが、強制ではない。返答は？わかった、受けよう。では私は先に行って伝えよう。あまり待たせないよう願う。一つ聞きたい。この先は何があるんだ？一般のダナ人が働く採石場だ。それだけ？一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々近衛も立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとはどういうつもりだろうな。罠かもしれないよ。私たちが来たことが知られている以上、今さら忍び込むこともできない。行くべきよ。ねえ、本当に行くの？罠だったら。そんなこと言ったって今さら行かないわけにいかないだろ。ローの言う通りだ。心配はわかるが覚悟を決めよう。あのキサラって女、スルドに仕えることに誇りを持ってるって言ってたな。それってレナに支配されてるってことじゃない？奴隷とどう違うの？レナはもともと実力主義の社会よ。上位にある者が支配するのはレナにとって当たり前のことだわ。どういう形であれ、レナがダナを支配している状況はここでも変わらないんだな。使える相手が尊敬できる相手だと心構えも変わるもんかね。そんなの絶対騙されてるんだよ、決まってる。確かに彼女の忠誠は強制されたものには見えなかった。だがカラグリアでもダナは奴隷として支配を受け入れていた。本心からの忠誠だとして、それが自発的なのか強いられた結果なのか、どうすればわかるんだ？まあとにかくスルドに会ってみようぜ。それでわかることもあるだろう。そうだな、宮殿に行こう。敵の気配はないな。やっぱり理解できないよ。散々ひどい目に遭わされてきたのに、ほんの何年か優しくされただけであんな。俺もそう思うけどさ、そうするだけの理由があったってことじゃないか。300年分の恨みより上の理由ってどんな理由？300年虐げられてきたからこそティオハリムが救い主に見えたのかもしれないな。ちょっとアルフェンまでどっちの味方なのよ。落ち着けよ。俺が言いたかったのは、ただ思い込みだけで動くとろくなことがないってだけだ。やっぱり理解できない。
宮殿はあの町の奥にそびえる建物ね。危険があると思うか。あってもなくても行くことに変わりはないの。やあ、ずいぶんこれ見よがしだな。やっぱり罠なんじゃ。お連れしました。ご苦労、キサラ。君が噂の解放者、カラグリアの炎の剣か。なるほど、興味深い装いをしている。申し遅れた。このエリデ・メナンシアのスルド、テュオハリム・イルル・ケリスだ。レナのスルドも正体を知った上でなぜ俺たちを招く。いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。君たちは私を倒しに来たのだろう。だとしたらどうする。ここで戦うのか。その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか。兵士の気晴らしに殺される者、区域にあえぐ者、いないはずだ。ただの一人も。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向けると、見上げた大胆さだが私には通じないが、いたずらに対する罰は必要かな。アルフェン！ほう、まあいい。食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、カッカ。客人をご案内差し上げてくれ。かしこまりました。また考えなしに怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの。それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配？いや、よくわからないけど、なんていうか。
レナの味付けが口に合わなかったと見える。残念だな。えりすぐりの珍味を取り寄せさせたのだが、今宵の出会いに。なぜあんたはダナ人を解放したんだ？その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係、私がやったのはそういうことだ。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。労働を担っているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存？ダナとレナの共存？スルドブリガはそれで勝てるとは思えないけど。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよスルドブリガは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。よせ！勝負はもう、よせ！スルドに選ばれるのに本人の意思は関係ない。だが王は違う。ならばそこまで付き合う必要はあるまい。それでスルド同士の争いから降りたというのか？王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセクすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの？言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切りスルドを二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ？いや結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザレク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。宿は手配しておく。
町の通りを進めばすぐそれと知れよ。今宵はそこで一泊し、明日早々に立ち去るがよい。しかし豪華な建物だよな。部屋だけでいくつあるんだ。ちょっと気を抜きすぎ、もう少し警戒してよ。この後に及んで襲ってくるとは思えないけど。カラグリアの炎の剣か。そういやガナベルトもアルフェンのことそう呼んでたな。うん、レナの間ですっかり有名になってるみたい。正直いい気分じゃないな。なんでだ。それだけ奴らにとって脅威だってことだろ。胸張っていいんじゃないのか。かっこいいし。そんな単純な話でもないんだよ。きっとその分狙われるかもしれないんだし。いや、そういう意味でもないんだ。え？あの呼び名には俺じゃない何かが付きまとっている感じがする。自分のことという気がしないし、そう思っちゃいけない気がするんだ。うまく言えないが。はあ、俺は単純にすげえって思うけどな。
ミハグサールってなんだ。五稜の一つよ。そこと取引をしていたみたいね。
ナだけじゃない。ダナのあんな本やこんな本まで。リンウェル、気持ちはわかるが今は我慢してくれ。ごめん。Thank you.
はるくる森もにぎわってきたかな。あ、この食材レシピに載っていたわね。さすが、見逃さないな。宿の用意があるって言うけどさ、レナのスルドだよ。いいの、信じて。だからって今から町の外でやえってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど、寝込みを襲われでもしたらどうするの？それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく、敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう？擦り切れた毛布、硬い寝床、臭くてまずい食事。何の話？労働の見返りさ。カラグリアじゃそれが全てだった。ここももらえるものは同じなんだろうが、質がまるで違う。ついでに自由に使える時間まであるらしい。こんなのどう受け止めたらいいんだ？カラグリアがことさら過酷だったってことではないの？シスロディアだって同じさ。寒いから建物と衣服だけはまともだったけど、投降記送りは懲罰だから、そもそも報酬なんてなかったしな。うん、あとは食べ物や生活の品を作るのが仕事だったけど、大半はレナのものだったし、見返りらしい見返りがなかったって点ではシスロディアもカラグリアと大差なかったよ。じゃあやっぱりここが変わってるのか。変わってるっていうか異常っていうか。でも奴隷には違いないんだよな。そうだよ、いくら喜んでやってるって言ってもさ。何が正しいのか、まったく頭がどうにかなりそうだ。スルド、キュオハリムか。今まで出会ったスルドとは随分毛色が違うな。キザなヤサ男っぽく見せてたけど、シオンの不意打ちにすぐ反応した。強いぜあいつ。ああ、さすがスルドの一角を担うだけのことはある。それに飯もうまかったしね。なんで褒めるの？相手はレナのスルドなんだよ。だが敵対する気はなさそうだった。そうじゃないわ、無関心なのよ。あらゆるものから距離を置きたい。
私にはそう見えたわ。だとしてそれでどうするんだ。町も平和だし、言われた通り放っておいていくのか。そうだな。とりあえず今日のところは宿に泊まって考えよう。ようこそ戸津国の方々。鶴戸閣下の使いの者より承っております。はるばるのお越し光栄に存じます。どうぞごゆるりと。思ったよりまともね。え？部屋の話よ。ああそうだな。大丈夫？なんか目がうつろだよ。いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて変だな。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも？いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。すまない。今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に注文しよう。いいけど、ちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。二人とも大丈夫？ああ、一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな、慣れないごちそう食べたせいか。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら二人とも特に命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリンウェルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか？後で自分で用意したものを食べたから。もったいない。あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ？いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ。同じ猿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。よせ、リーメル。猫？どこから？なんか変わった飾りの首を。待てよ、まるで呼んでるみたいだな。追いかけよう。